皆さんこんにちは。バーチャル YouTuber をしているメイドのリコです。今日も元気にやっていきましょう。農民関連のスキルばっか上げてたらなぜか強くなった、には。前回は農民関連スキルがオールマックスになったことでステータスが爆上がりした主人公アルバ。魔王軍の司令官をワンパンチして国を助けたお礼に荒地をもらったところでした。ここから荒地を耕していくのでしょうか。気になるので見ていきましょう。これよりネタバレを含みますので、嫌な方はチャンネル登録をしてからブラウザバックしてくださいね。いいですか？始めますよ。それでは、ノースキ庭のあらすじはこちらです。何回も来ているはずの市場に興奮しながら歩くアルと王宮を抜け出している王女様。目的地のギルドへと来て、農地をもらったお礼のために登録しに来た。受付嬢がなぜかアルのために私物のローブをプレゼントしてくれた。森で回復薬になる草を採取していると、メスオークに襲われたが冒険者に助けられ低層の危機を救ってもらった。そこへ、邪悪な黒いドラゴンがアルと冒険者たちの横を素通りしていった。ステータスだけでもと投資してみると、ありえない数値が表示されていた。という感じです。別に悪い点はなかった気がしますが、いい点もそんなになかったような感じですね。ドラゴンを投資した時のステータス表現は結構良かったですね。まがまがしさをより表現できていたと思います。話の大筋の流れは漫画と同じですが、ちょいちょいアニオリを入れて尺稼ぎをしてきましたね。まず王女が出しゃばりすぎじゃない？漫画読んだ時にはそこまで出てきていなかったのに、ずっと出てくるじゃん。そんなにこの声優さんの出番を増やしたいってことなのかしら？しかし幽霊の少年と出会った場面では、見えるあると見えない王女がいて、幽霊であることが分かりやすかったので良かったかなぁと思いました。だからどうしたという話ではあるんですけどね。幽霊かどうかを確定させなくってもどうでもいいことですから。あと、アルが受付嬢からもらったローブはこの少年のものです。つまり、この少年にあった竹のはずなんです。それがなんでアルにぴったりなの？魔力が流れていれば竹も変幻自在なんですか？でも身につける前にサイズが大きくなっていますけれど。何か感動的なシーンにしたかったのかもしれませんが無理がありすぎましたね。その少年が幽霊になった原因である村が壊滅した事件は極秘事項にされ王女でさえ知らなかったようです。王族である王女様でさえ知らない極秘事項を一体誰が知ってるって言うんですか？国王と防衛を司る大臣だけとか？別に王女だから全部の事件を知っていないといけないわけではないんですよ。ただ、王族である私でさえ知らなかったよ。と言っていたので引っかかりました。第一王女でも何にも政治に関わらせてもらっていないんでしょうね。でも、王都から逃亡するときに国王と王女と兵士しかいないところを見るに、王位継承権はきっとこの王女にあるわけですよね。そんな人物に知らされていないって結構能天気すぎる気がするんですよ。がばい気がしちゃいます。冒険者となり、最初のクエストは回復薬の素材となる草の採取でしたが、いつものですね。その時メスオークに襲われましたが、ワンパンできるはずなのに抵抗しないのはなぜ、と思いましたが、痴漢された時に体が動かなくなってしまうのと同じなのかなぁと思ったので、しょうがないことです。唐突に性衝動を向けられると怖いものですからね。皆さんも気をつけましょうね。母親からの手紙が来たという場面があったのですが、あそこでいろんな疑問が湧き出てしまいました。まずあの配達人は何者ですか？ネームドキャラのようですが、今後も物語に関わってくるような人物なんですか？そして母親からもらった手紙、ちゃんと読みましょうよ。なんて書いてあるんですか？それはこの事件が解決した後に繋がってくる伏線なんですか？母親の手紙が。ただ手紙を渡されておしまいなんてことはないですよね。そうだとしたらほんと無駄なシーンでしかないですもんね。というかあなた、あの汚いオートに引っ越してきていたんですね。マインクラフトの村でももっと綺麗に整備されていますよ。見てください、この無秩序にばらまかれている家々を。しかもありえないことに道路に家が建てられていたりもするんですよ。汚すぎて汚れすぎて気持ち悪いです。
京都の街並みを100分の1でもいいから見習ってほしいですよ。そんな作画の問題は置いておいて、あの広大な畑はどうするんですか？誰が管理するんですか？母親に任せてしまうんですか？ただの農民である母親に。父親もいるかもしれませんが、いたとしても2人であの畑を管理するのは不可能でしょう。1人でも不可能でしょうけど。京都に引っ越したことをまだ話してないのに。と言っているということは、アルは生まれた村を出て行って一人暮らしをしているわけですね。おそらく農家の息子のはずだから土地自体はあるはずですよね。それをわざわざ別な村にまで行って土地を手に入れて一から耕しているとかもうわけわかんないです。同じ農家をやってるんだったら両親の畑を手伝ってやりなよ、開墾しなよ。生まれた村では空いている土地がないって言うんですか？そんなに開墾されている村って結構すごくないですか？裕福そうです。何を思って村を飛び出して家業を継がずに家業と同じことをしているんですか？しかも17歳ですからね。よっぽど両親のやり方が気に食わなくて、自分が提案したことも聞き入れてくれないという厳しい家庭だったのでしょう。だったら俺がゼロから農業をやってやるぜという意気込みだったら素晴らしいですね。その成果がこれだとするとかなりの大成功ですものね。人財産作れてるんじゃないんでしょうか。でもそれだけ両親に抑圧されて嫌っているんだとすると、手紙のやり取りなんかしませんよね。複雑な家庭事情があるんでしょうね、きっと。もちろんそれは今後出てくることでしょう。だって手紙を開封して中身を確認していないんだから。ここであえて先送りにするくらい重要な伏線があるということですよ、視聴者の皆さん。いやー、非常に楽しみですね。全くもってすごいよね。あのたったワンシーンだけなのにこんなにも疑問が溢れてくる。これは名作に違いありませんね。このシーンがもしアニオリでここだけだったら、ほんと余計なことをしてくれましたよ。しかも物語に何にも絡んでこないんでしょ。何のための演出だったのか謎です。次回以降に伏線が回収されることを祈りましょう。今回の動画はいかがだったでしょうか。このような感じで私が思ったことをありのままに話していきます。このような私に話してほしい作品がありましたら、概要欄にあるリクエストページよりリクエストをお願いします。気に入っていただけたらコメント、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。メンバーシップも始めたので、よければメンバーにもなってください。私がすごく喜びます。また次回、感想を言いたい作品がありましたら、お会いいたしましょう。